こんにちは。フィリピンには一体ね、いつになったら行けるんだと、毎日考える日々を過ごしております。大輔です。本日はですね、フィリピン政府がいつになったら観光客の入国を許可するのかっていうね、そういった情報がもう全く開示されませんので、それにね、嘆いていてもまあ始まらないというね、そういう話なんですけど、まずはね、それよりも観光客よりも優先されるであろう、 事故おですね。OFW について自分の考えをまとめることにしました。ん ?OFW? こいつ何言ってんのっていう風に思われたかと思うんですけど、そうなんですよ。この馴染みのない言葉なんですけど、実はですね、フィリピンにとってはめちゃくちゃ重要なキーワードなんですね。OFW っていうのは o v e r s e a s f i l i p i n Worker の略なんですけどね。えっ、ー、と、要するに、 あの、海外に出稼ぎに出ているフィリピン人のことを指し示してるわけなんですよ。まあ、要するにね、こう、フィリピン政府がこういうわけなんですよね。えー、私がまあ政府だとしたら、おい、お前らちょ,っとちょっとちょっとちょっと来てくれと。えーね、あの、ちょっとね、外貨稼ぎがこれからのね、時代必要だから、ちょっとね、海外行って働き来てくれという話をね、されるわけなんですね。で、こう、フィリピン人はね、あの、あ、わかりました。じゃあ、どこ行きましょうか。 っていうわけなんですよ。で、まあ、そうだな、中東の国から仕事のオーダーがたくさん入ってるから、あのね、そっち方面がいいかな、という話になるわけですね。で、ね、あの、順調なね、フィリピンの皆さんっていうのは、はい、終わりましたってことで、 ね、あの、各国に行くわけなんですよ。特にね、ドバイだとか、サウジアラビアとかね、あの、そのあたり中心にとっても多くのフィリピン人の方が出稼ぎに行かれているわけなんですね。で、当然現地で生活をされてるということなんですが、この背景にはフィリピンのね、こういった特徴があるわけなんですよ。 若年層の高い人口比率と失業率ということで、要はね、若い方々の人口比率が多くて、かつ失業率も多いということを意味してるんですね。で、この他にもその高い英語力というものだったりだとか、と、充実した政府のサポートというね、この3つの要素から、 あの、海外に行かれる方が多いということが、ジェトロのね、レポートで評価されていたわけなんですね。でちなみに、出稼ぎ労働者っていう言葉をね、聞くと、皆さんどう思われますかねなんとなくね、なんか辛そうだよな、と。一日中ね、なんか鉱山とかで、こう、ひい言いながらね、働いて、働かされんのかな、みたいなね、こちょっと考えちゃいますよね。ってことで、 えっとね、どういう仕事が多いのかっていうのをね、調べてみたんですけど、これね、GMA ネットワークの記事を参考にね、えっと、見てみたら、 こんな仕事が多かったんですね。あの、日本にもね、フィリップ、多くのフィリピン人の方がね、あの、労働者として、働き手として来ていただいてるわけなんですが、こう技術者だったりえ、建設労働者だったり、あとナースとかね、このあたりが多いみたいですよね。で、中東からはですね、圧倒的に建築系のニーズが多いみたいです。だね、経済がもうめっちゃここ成長ね、していっている国に関しては、こう高層ビル群だとか、住宅とかね、病院とか、 とか、あね、いろんな施設もどんどん立っていく必要がありますんでね。あのそう、そういった職が必要になっているということなんですね。で、これ高級取りになってくると、ドクターだとか、獣医さんとかね、あと IT エンジニアとかね、そういった職種も存在するということなんですね。実際、自分の友人にもめちゃくちゃね、有能な IT マネージャーをやっているフィリピン人の方がね、いらっしゃったり、 するんですねで。しかしながらなんですが、状況は一気に変わってきているわけなんですよ。そうなんですよ。コロナの問題なんですけど、まあね、こんな感じのことが起きてるんですよね、現場では。なんかね、こう、ね、OFW のね、あの、私が例えばいたとして、なんだかね、今日、ちょっと熱っぽいなぁと、と、えー、いうことを言うわけなんですね。そうすると、あ、お前、ちょっとね、 お前ちょっとコロナじゃないのちょっとこっち来ないでくれよみたいな話になって。で、いや、ちょっとね、少し、まあ、寒気がして、ちょっとだるくなってるだけなんで、ちょっとね、病院に行かしてもらいたいんですけど、健康保険使えますでしょうかねいや、うちそんな保険なんてもうないよと。とりあえず具合悪いんだったら仕事場に来てもらっちゃ困るから、もうね、うちに帰っていてくれよと。えー、ね、まあいや、そんなこと言われてもっていう話になっちゃうんですよね。 結局のところ、働けないんで、給料がね、もらえずに、あのー、その場でね、待機せざるを得ない OFW の皆さんっていうのは、たくさんいらっしゃるようですよね。でそして、そういった方々っていうのは、フィリピンに帰りたくても、帰ることができないんですよ。なんでかっていうと、フライトは、まあね、皆さんご存知の通り、ほぼキャンセルになっていて、まあ、あったとしても、狭きもんですよね。 なんでかっていうと、マニラ空港なんか水際対策で、あの、1日あたりね、えっ、ー、と、入国者っていうのはキャパシティがもう設定されてますので、一応あの報道によると400名までが入国ができるというレギュレーションになっていたりするわけなので、あの、世界中にいらっしゃるね、OFW の皆さんがこの危機に直面をされてるっていうような状況なんだと思います。じゃあね、一体 OFW ってどれだけの人数がいるんだっていうのが気になりますよね。 ということで、えー、ちょっとね、数字確認してみたんですけど、国民のですね、10人に1人が、なんとね、海外で移住してね、生活をされてるってことなので、約1000万人のフィリピン人の方々が、えー、海外でね、外貨を獲得するために切磋琢磨しているということになりますよね。 で、マニラ・ビュレッティンの情報によりますと、このコロナの影響でフィリピンにね、帰国できた方っていうのが、えー、5万6000人これまでね、いらっしゃったようなんですね。で、向こう2ヶ月間かけて、6月末からね、おそらくまあ2ヶ月間かけてということだと思うんですが、4万人の OFW を帰還させるという話が、大統領記者会見の中で、国防長官のロレンツァーナさんが述べられたということなんですよ。 で、ね、皆さん、これちょっとよく考えてみてもらいたいんですけど、このね、数字。1000万人の OFW なんですね。それらに対して、帰国した方、もしくは帰国の予定がある方っていうのが、まあ、約ね、10万人いらっしゃるというふうに見て、え、いい、だと思うんですが、まあ、これ、パーセンテージにすると、どうですかね。 1%, だから1の方しかね、帰国ができないってことで、まあその他のね、99%の方は、海外生活を自力で続けなくちゃいけないですよね。で、中には病気にかかってしまって、十分な医療を受けることができないっていう OFW も、たくさんね、いらっしゃるんじゃないかというふうに、ちょっとね、心配ですよね。えー、ね、こんなね、悲しいニュースも入ってきてるので、 ちょっとね、辛いんですけど、皆さんにご紹介をさせてもらいます。これはですね、コロナにかかってしまった OFW が多く発生しているドバイで、すでに亡くなられた方が、まあ、たくさんいらっしゃるという話なんですけど、すでに、ね、フィリピン人、現地にいらっしゃるフィリピン人が数百名亡くなられているようなんですねで。ここ最近なんですが、大統領補佐官がこのね、仕事を管理している代理店に指示を出したことが、 あるんですけど、それがね、282名の亡くなられた OFW の遺体を帰国させるようにという指示を出されているようなんですね。で、すでにね、そういった対応がもう間に合わなくて、もう亡くなっちゃったままにね、しとけませんのでね、もうドバイに埋葬された方っていうのも50名程度ね、いらっしゃるというのが、ちょっとね、記事から確認できたわけなんですね。だからね、これはなかなかショッキングな 出来事ですよね。で、まあ、まとめなんですけど、まあ、一体いつになるのかなと、待ち望む観光客の受け入れなんですけども、こういったフィリピンならではの情勢についてもきちんと理解した上でですね、今後、これからの動向を皆さんと見守っていきたいなと思うわけなんですね。で、こんな形で今後も世界で起きていてね、 現地でないとなかなかあのね、手に入りづらいニュースに関しても皆さんと一緒に理解を深めていきたいと思うわけです。コロナ明けの海外旅行を待ち望んでいる方であったりだとか、あとね、そのための準備をするためのね、知識をこうつけていこうとされる方に関してはチャンネル登録していただくことをお勧めさせてもらいます。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。